皆さんこんにちは、今日は前回の動画でお伝えしました通りヘアプロダクトのご紹介をしていきたいと思います。長く使っているものもあれば最近購入したものもあったり、気に入っているものもそうでないものもだだっとご紹介していくので、早速始めていきたいと思います。興味のある方はぜひ最後までご覧になってください。はい、ではまずシャンプーからご紹介していきます。メインで使っているのはこちらのドーナツ型の固形シャンプーですね。私は石鹸が本当に好きで、洗顔もボディーソープも石鹸タイプを使っているので、なんとなく興味を持って使い始めたんですが、すごく気に入っています。でこちらの製品なんですけれども、こういったパッケージで1個売りされているもので、コケットアロマシャンプーという商品です。固形タイプではあるんですが、いわゆる石鹸シャンプーではなくって、普通のタイプのノンシリコンオーガニックシャンプーになっています。使い方なんですけれども、本来はこちらの縦の面を濡らした髪に当てて頭皮をマッサージするようにしながら泡立てていくみたいなんですけれども、それだと私は髪が多くてすごく時間がかかってしまうので、こちらの広い面を滑らせて泡立てで使っています。でこういう固形のシャンプーって泡立ちが悪かったりとか、洗い流した後にこうバサバサするっていうイメージがあったんですけれども、これは全然そんなこともなくって、すごく使いやすいものだなと思っています。でこちらを使い始めてもう半年以上経つんですが、髪が健康的になってきたなっていうのはすごく実感してますし、あとはやっぱりこの石鹸ならではの香りがすごく気に入っているので、当分こちらはリピートして使っていくと思います。ただすごい疲れていたりすると、これを使って泡立てるのがすごく面倒くさく思えちゃう時もあって、そういった時は無理せず普通のシャンプーを使うようにしています。最近まで使っていたのがこのジェヌリスのピスタチオシャンプーとヘアトリートメントです。これすごく良かったです。特にダメージが気になる方におすすめで、しっとりサラサラに髪を補修してくれてる感じがすごくわかるので結構気に入りました。でこのポンプ式よりもちょっと小さいサイズを1本使い切ったんですけれども、このサイズで1800円ぐらいなんですね。で大きい方のポンプのタイプだと3000円ぐらいしちゃうので、ちょっと高いなっていうのと、あとは詰め替え用が見つからなかったのでまだリピートはしていません。どうしようかなって思ってるとこです。で基本的にはこちらのシャンプートリートメントはいらないんですが、私はそれだと不安なので、ナウフーズのホホバオイルを使っています。これはお風呂場に置いてあって、髪濡れた状態で数滴なじませると結構しっとりします。で体にも使えますし、あとはこうマッサージに使ったりとか、いろいろあると便利なのでおすすめです。いつもアイハーブで購入しています。あともう一つトリートメントご紹介します。夢彩花という炭酸トリートメントなんですけれども、こちらはアットコスメのお店でお買い物をした時に見本みたいな形でいただきました。で、こう振ってプシューとやるとこうフォーム泡が出てきて、それをなじませて使うんですが、やっぱりこういうスプレーボトルなのでガス臭い感じは若干あるんですけれども、トリートメント効果はすごく高くて良かったです。で、興味持ったので調べたんですけど、定価だと3000円近くするもので、で今4回ぐらい使ってもう残りがこのぐらいしかないんですね。なのでちょっとコスパはどうかなと思うので、現品購入は多分ないと思うんですけれども、でも初めてこういう炭酸トリートメントって使ってみてすごく気に入ったので、ちょっとこれからちょこちょこ見てみようかなと思ってます。はい、そしてアウトバストリートメントは鉄板だと思いますが、ケラスターゼのオレオリラックスを使っています。結構今までいろんなオイルを試してきたんですが、私の髪にはこれが合っているようで長らく愛用しているものです。でこのオレンジのタイプはフルーティーなくどくない香りでベタつかずサラサラに仕上げてくれるので、
これからもずっと使っていこうと思えるアイテムです。でもう一つケラスターゼのオイル持っているんですが、こちらはユーレスブリムティーインペリアルという、オレオリラックスよりもツヤと保湿に特化した商品だそうで、試しに小さいサイズを買ってみたんですが、あんまり違いは感じませんでした。ただ香りが全然違っていて、こっちはすごく香水っていう感じの、シャネルのチャンスにそっくりなちょっと大人っぽい香りがします。なので使う場所はちょっと限られてくるかなと思うんですが、便利なサイズなので泊まりの時とかちょっと持ち運び用に使っています。はい、続いてダメだったオイル、こちらです。ロレアルエルセーブのカラービブカラーケアオイルエッセンスというもので、これはカラーリングした髪用のトリートメントになっているので、ちょっと使ってみたいなと思ったんですが全然ダメでした。ちょっとしかつけないとトリートメント効果がほとんどないですし、たくさんつけてしまうとベタベタしちゃうので、いまいちですね。で香りも甘ったるい感じのちょっと苦手な種類だったのでほとんど使ってません。でももったいないのでカラーした翌日とかになんとなく使うようにしています。続いてのトリートメントはこちらです。オーガニックローズヘアウォーターというもので、お水みたいなスプレーなので朝寝癖直しの感覚で使うことが多いです。でこちらの商品のいいところはたくさん効果があるんですね。ヒートプロテクト、スモークバリア、UV カット、ダメージ補修の成分が配合されてます。なのでお出かけ前に使うのがいいかなと思うんですけれども、特にこれをしたところで髪がサラサラになるとかあんまり実感したことはないんですが、まあ、でも UV カットとかできるので結構便利に使っています。でもこの香りが気に入っていなくて、ローズ、これはフルーティーローズなんですけど、もし次買うんだったら違う種類の香りにしようと思います。なんとなくちょっと安っぽいローズの香りに私は感じます。はい、今日はスタイリング剤を省かせていただくので、最後にブラシをご紹介したいと思います。まずはこちらですね、セラミドプラスのヘアブラシです。至って普通なブラシなんですけど、この櫛の部分にセラミドとマカダミアナッツオイルが配合されているようで、溶かすとツヤが出てくるよっていう商品なんですけど、大して効果は感じません。可もなく不可もないブラシだと思います。でも丸洗いできますし、スタイリング剤つけた後とかこちらを使うようにしています。ブラッシング用に愛用しているのがケントの豚の毛を使ったブラシです。結構しっかりした密度の高いブラシなので、慣れてない方だとこう頭皮に当たった時にちょっと痛く感じる場合もあるかもしれないんですが、獣のブラシは本当にツヤも出るし髪がまとまりやすくなるのでおすすめです。なのでケントじゃなくてもいいですし、豚じゃなくてイノシシのものでもいいと思うんですが、1本あるといいかなと思います。でもこういう獣系のブラシって1回のブラッシングで結構な量の髪の毛がつくのと、あとびっくりするぐらいのホコリがつくんですね。髪についてたホコリが取れるんですね。なので、こういうお掃除器具でこういう風にホコリとかをかき出してお掃除しないといけないんですが、本当にそれがめんどくさくって、でもめんどくさがり屋の私がそれを乗り越えて使っているものなので相当おすすめです。ので機会があれば試してみてください。こういう器具もロフトとかハンズで売っていると思います。はい、というわけで今回は私の愛用しているヘアプロダクトをご紹介させていただきました。今どんどん新しいものが出てくるのでなかなか試しきれないんですけれども、皆さんのコメントとか、レビューとか参考にさせていただいているので、またおすすめできるものがあればご紹介したいと思います。
最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバイ。